大丈夫別になんかそんな、そんな僕あの怒る人じゃないから大丈夫。で今ここら辺撮ったやつでもいいんですか？いいよいいよ適当でいいよ、本当に、はいはい、結局ね、博士に送っちゃうからね。そう、博士に送るぐらいなら、まあ、あげた方が、あの、いいって話ですからね。ありがとうございます。さっきも来ましたけども、仙台どうでしたか？雨が来てる。雨？傘差しながらの基本はないよ。あー、だから俺、ポンチョ持ってった。うん。でも、携帯のね。携帯、うん、あ、そうか、スマホが濡れちゃうから、うん、それはね、もう拭くしかないよね、タオルでね。なんか携帯用のミニ傘みたいのつけてる人もいたけど、あ、なんか端末をさ、隠すやつあるよね。あ、なんか、そうそうそう、熱暴走を防ぐ、要は日光を防ぐやつと、そうそうそう、雨対策も兼ねてるやつ。でもね、俺はね、なるべく雨を避ける感じで動いてたから。あ、けど、あ、いや、けどほとんど行けない。あ、本当ですか？うん、最終日の、その、あれですよ、あなたが公園ですごい濡れてた、うん、時、日曜の午後、うん、だけアーケード行ったんですよ、うん、あ、本当はアーケード全然行く予定なかったんですよ、うん、あの、めっちゃ混んでるし、通信ももうやばいっていうのも分かりきってたから行く予定なかったんだけど、あの、コラボしたケイタさんが、うん、あの、ヘラクロスのよく分かんないコスプレしてたから、うん、あ、せっかくだったらね、コスプレしてきたんだったらみんなにお披露目してあげようよってなってだからアーケードに行った。だからポケモンやるためっていうより、なんかこうヘラクロスだよみたいな感じでお披露目するためだけに行った感じだった。あのさ、混んでるアーケードでさ、捕獲キャンセルしながら歩くなんてできないね、あれね。無理無理。だから俺アーケードほとんど捕獲できてないもん。もうスマホなんて見る余裕がなかったから、だから全部ゴプラでレイドのジム行ったら止まってスマホ見るみたいな、そういう感じだったから、まあ落ち着いて捕獲はできなかったね。で、全部ゴプラだったから多分一概にも結構握られただったね。観光も楽しめたわけですよ、ゆうすけさん。観光、まあ撮影だから楽しめたっていう感じではないけど、まあ観光もしたっていう、てかまあそういう動画も撮りたかったというか。あれだからね、そういうのなかったら仙台でグローバルやってんのと変わんないから。確かに、そんなのもうグローバルでいいじゃないですか。もともとうちのジャーマネが仙台の人なのね、だからもともとプランを考えてくれてたのよ、あの、仙台はこういうとこもあるよっていう、なんかそういう動画を撮ったらいいんじゃないみたいな感じで、で、なんか車を押さえて、そんでなんかいろいろ回ったって感じ。車移動が多かったんですか？土曜はほぼ車。あ、で、車ないと無理だね、うん、そう、土曜はほぼ車 で日曜もそのアーケード行くまでは車だったね、はいはい、あの、ケイタさんの車、あの、軽自動車で乗って、なんかいろいろ回りつつっていう感じでやってたから、だからもう雨を避ける対策はちゃんとできてたよ、一応ね。毎日ケツまではやってないんですか？編集時間ですか？初日はフルでやった。初日は公園に行く日だったから午前都市の部やって、午後は公園の部最後まで行ってフルでやって、で帰ってホテル戻ってライブ配信みたいな。で、2日目は一応無料レイドバス18枚を消化しに仙台駅前行って2時間かけて消化して、で午後は編集思ってた。で、3日目は1日車で仙台いろいろ回って、で、4日目も1日だな、コラボで撮影した。あ、だからもう合間でもう寝る時間を削って編集ですよ、最後は。4日で、帰ったのですか？帰ったのは最終日の夜。最終日夜 PTCS とかもあったから YouTuber 勢はそっちに行ってたの。あ、結構最終日ね、全然いなかったね。逆に言えばさ、4日全部いた YouTuber って俺ぐらいじゃね？そうだろ、ね、最終日アーケード行って、あっくんとはるかさんにはたまたま会えたの。最終日？そう、最終日。でも多分残ってるの彼らぐらいで、で他の人はって言ったらもうなんかみんなどっか行っちゃったって言ってたから、どうだ、編集でもう帰ってた人とかもいたんじゃない？わかんないけど。今回はね、雨用の靴を持っていかなかったから。あ、めちゃ濡れたじゃん。そう、それが唯一の反省点かな。ただ雨用の靴ってさ、歩きにくいじゃん、そう、重いから。
普段ガチる時はなんか ABC マートの確か4000いくらのなんかウォーキングシューズがあるの、うん、あれがほんと軽くていいからあれを使ってるんだけど、で仙台もそれで行ったんだけど、最後はもうぐっちょぐっちょでしたね、もうね。でもまあ最終日だからもうあと家帰るだけだから別にもうぐっしょぐっしょでもいいやと思ってやってたけど、でもまあ遠征の時にね網用の靴まで持っていくとなると荷物も多くなっちゃうか ら、 だからそれが結構難しい。かといって普段からこう晴れ雨兼用の靴だとちょっと重いから足が疲れちゃうっていう感じだから、そこはね今後の課題ですね、立ち回りとしてはね。俺さ一回譲ってみて思ったんだけど、譲りたくてもさそうなかなか難しくて、そうまず2900後半にいることがまず難しくて、でちょっと譲るじゃん、ちょっと譲るとすぐ2800とか行くじゃん、そうするともうそこら辺の人に譲ったところでって話になっちゃって、じゃあまたレート上げようってなると、あの本気でやんなきゃいけないわけじゃないですか。それは譲るになってないよね。あの要はレジェンド目指す人もあの場合によってはもうあのぶっ潰してるわけだからだからね結構ねレート配りたくても難しいんだなっていうのは実際やってみて思った。全体的になんだろうな、こういわゆるさなんか忖度っていう感じでネタにされちゃってるじゃん、そのレート配りがさ割となんだろ う、 そう忖度良くないよねみたいな風潮がやっぱある気はする。一定数だけどもちろん譲る人もいるんだけど、 YouTuber にもガンガン譲るじゃん。俺見てたか配信とか見てたけど、いろいろな人誰とか言いませんよこっち一回もずっと待ってますよね一般ピーポン。どうだろう、むしろ YouTuber だからこそもうなんかもう俺がレジェンド、こいつのレジェンドを止めてやるぐらいな、そうそうそう、なんかそういう意気込みでやった方がやってほしいですよ私は、うん、いやでもこの前俺ちょっと難しいなって思ったのはチャンティさんっていう配信者がいまして、あの僕よく見てるんですけど、その人となぜかよく当たるんですよね。である日当たった時に、まあ、まだレート2500ぐらいだったんだけど、まあいつも見てるからその人のパーティー知ってるんだよね。だからもうラス1これっていうの分かってたから、だからやりながらこれこのまま連打していいのかなっていうのはちょっと思った。確かに、うん、だってもうラス1分かってるわけだから絶対もうあれでも筋最初から見えちゃってるわけでしょ。だからそこのミスしないわけじゃん、それ圧倒的優位なわけじゃん。だからね、なんかちょっとまあ結局最後あの倒させていただきましたけども、あのそういう複雑な 気持ちにはなった。だから逆にも配信者の人ってやっぱ毎日配信してるとやっぱそういうリスクあるから、やっぱねやっぱ難しいですよ。だからその忖度の件も合わせてプラマイゼロみたいな感じ、少なくともプラスにはなってないと思う。あのプラマイゼロどこかむしろマイナスだとは思う。確かにリアル大事だよね。そう、だから俺も今回あの最後さゴーフェスかぶってたわけじゃん。だから仙台までに俺もしレジェンド行けなかったらその時は俺は諦めようって思ってた、まあ、まあ運よくあのその前に行けたから。マスプレ、マスプレか、あれは割となんか環境読みゲーなとこあったから、確かに、うん、だから刺さってるうちにあの行った、うん、大事だね。だから結構運が良かったっていう、てかまあ結構そういうマッチング運というか環境運みたいなところは正直あるからね。それってさなんか普通のさ対戦 PVP のさなんかプレイスキルとは違う要素じゃん環境運って。だから俺 PJCS 予選で当たった人なんかその人となんかトーナメントに2回当たってあのまあ1勝1敗だったんだけど、その人めっちゃ強かったのね、普通に強かったんだけど、でも1回もレジェンド行ったことがないって言ってて俺めっちゃ驚いてる。それそうなんですか。うん、でも原作の PJCS には昔出たことがあるって言ってて、ゴーバトルリーグ特有の環境読みはそんな得意じゃないんだけど、ポケモンバトル自体はすごい得意っていう、多分そういう人なんじゃないのかなと思ってて。で俺今回さ PJCS 予選優勝したカエサルさん、カエサルさんと同じ組で池袋で、池袋で、でルーザーズの決勝で完敗して負けたんだけど、カエサルさんは俺今まで対戦した人の中でもう別格で強い。やってる時に対戦してる時になんかねこちらのなんか脳みそ全て読まれてるようなもう完璧な戦術をされるんですよ。俺何もできなくてもう圧倒的パテ負けみたいな。やっぱ63を極めてる人ってやっぱ違うんだなって
いうのはすごい思ったし、まあやっぱね、予選でそのね日本チャンピオンに当たれたっていうのは良かったよ。だから向こうからしても真剣勝負なわけだから、突破はかっている。だからこれ PJCS 出た人がなんか俺を練習グループに誘ってくれたんだけど、ただ俺なかなか練習できなくて、でなんか終わった後その人に報告したら、お礼も兼ねてね、いやゆうすけくん絶対練習すれば PJCS 出れるよって言われていつもそんなに全然練習してないのにいいとこまで行くじゃん。だってその前の年も俺3位で、でオープン大会元気のかけら杯はなんかアナゴさんとかミオツクシさんとかいる中で、あのミッチーさんと当たる決勝まで行ったからでしかもミッチーさんにあの1本取るっていうあのことをやったから、本腰入れれば絶対ゆうすけくんいけるよって言われて、公式大会なんか年2回やってほしい。だ PJCS はさ、ポケモンカンパニー主催じゃん、あれはさ、ナイアンティック主催の世界大会やってほしいね。オリンピックと世界大会みたいな。オリンピックって IOC 主催じゃん。でそれとは別にさ、そのスポーツ連盟、例えば世界卓球とかさ、はいはい、か世界陸上とかさ、その連盟主催のやつの2本立てなわけじゃないですか、はいはい、だからナイアンティック主催の世界ポケゴーみたいなやつが欲しい。学生の頃だったらね、もう寝ずに行けるみたいな感じだったけど、もうなかなかきついし、ちょっとそれをいろいろ、なんか体力的なものをね、お、上限きた、ありがとうございました。いや、そんな感じで今日は交換ありがとうございました。急な撮影もありがとうございました。ありがとうございます。はい、使えるときに使います。はい、お疲れ様でした。